さあ、えー、それじゃあですね方言ニュースをってみましょうか、えー、今日の担当は植地和夫さんですはいこんにちははいこんにちははいお願いします、うん、はい最後そうよ動画おはちみせみ中はちの中でお待ち見せに昼夜新月の地位たち旧、えー、歴内南国名昼夜三月の九日に,にあたといびん中央琉球新報の記事の中から内南アリクリのニュース落ちてさびだ。 中のニュースを国際女性相談窓口今日から受け付け始まるデのニュースやビンユリナビラ県は今日から中から外国人との外,外国人との結婚とか離婚見とんだわかり交際トラブルなどを抱える交際トラブルモチリモチリティやんテて ヤンディのあるメイナグの相談に応じる女性の相談に応じる専用電話窓口を県男女共同参画センターティルルン会、えー、開設します竹谷ビタン竹谷ビン石谷ビン県内で暮らす外国人の増加おー内なうて蔵町る外国人の,おの多くなとおと去年 4月9時の深5時に北谷町で北谷を日本人女性があ稲ぐの恋人ングルニングルやるおのングルのアメリカ兵隊員会へ来るさってる事件一鎮のあィ交際していたあアメリカ兵の男に殺害された事件を受けて支援体制を強化するもの。 司会、えー、とドット手出しきしわるやるんでのこと考えておの相談や火曜日から土,土曜の週5日午前10時から午後5時まで無料で受け付けます無料で、えー、もちんた正し受付やびんまた新たなミークの専用窓口たし、えー にちこたしにあち,にあち専用窓口の設置に合わせてこれまで国まで月1回だった弁護士による法律相談も父に受験当たる弁護士との法律の相談落ちての相談の毎週1回1回おくなさり増やします県女性力平和推進課によりますと 県女性力平和推進課のお話とせ外国人労働者の増加に伴い外国人の仕事差の多くないしで県内で暮らす、えー、県内で暮らす失われて暮らすの外国人と島の稲群茶名稲との日本人女性との間でのトラブルが増えており悶、えー、着の多くなってこれまでもこれまでに ティル,ルン会女性専用の電話相談窓口を設置していましたが稲草木の,の電話の相談浮地金 IB たちが年間3,000件を超える相談が寄せられ人に1人に3,000余りの相談のあておのうちおよそイークル 150件から250件が外国人と日本人女性の間のトラブルについてでした「もんちゃくやびータン。平和推進課は誰一人取り,取り残さない社会の実現に向けて取り組むただの忠院とい残さんいる中宮手にといはかれさびら」 困っている方は相談してほしい熊徹町相談仕組み総理王と呼びかけています呼びかけと親ビン中や国際女性相談窓口中からテルルン会テルルで受付始まるんでのニュースを知ってさびたんまたあちゃユシデアビラネヘデビロはいどうもありがとうございました <laughs>、えー、今日の担当はウェイチー和夫さんでした